演出することです。次は。そうですね。演出する、そう。演出する。多分その演出する。でも演出って言っても、多分私2人とも演出するものもあれば、うん、演出しないものもあるじゃないですか。うん、撮ってると思うし、そうですね。うん、全部がね、全部こう自分で演出してるわけじゃないと思うけど、うん、共通といえば。そこかなと、その媒体とか、まあ、もちろんね違うかもしれないけど最終の形は、でも誰かに何かをやらせてるっていうことについてどうかなと思って、なんか私はね演出、ちょっとポジティブな意味じゃない時もよくあって、嘘ついてる、嘘を作ろうとしてるみたいなのがずっと結構ここ何年かは罪悪感のように、私がやらせてる、でも例えば海外でこうスナップ的にストレートフォトみたいな感じで撮ってたとしても、それも誰もそんな風に見せてやろうと思って、私にそういうのを撮らせてやろうと思って、そういう絵を見せてくれてるわけじゃない、そこでもまた結局嘘かみたいな、嘘、私がそういう風に見えるようにそう語らせてるだけというところに行くと、なんかどうしたらこう写真、自分の操作が見えないというか、写真全部をちょっとこうなんかいいのかとかいろいろ考えたりしちゃうんですけど、なんかでもまたそこが嘘とかは思わないですか、嘘つかせてるなとか。僕は、そういうふうにこう街中でスナップ的に撮ることもあれば、もう撮りますという前提で初めましての方を撮るっていうケースもあれば、すごく身近な人を撮りますっていうことで撮る時も、まあいろんなケースがある中で、やっぱりカメラっていう機械の存在をどこまでないものにできるかっていうのは結構意識してて、その仮に、まあ、嘘がフィクションだとして、じゃあ真実がドキュメントだとすると、なんかそのそれもさっきちょっと話してた、その完全にフィクションとか完全にドキュメントっていうのは、世の中には存在してないなっていうふうになんとなく思ってて、その、スナップ的に今自分の存在気づかれてないと思って撮ったとしても、その人は、あ、これちょっとごめんなさいね、どっから話すのがいいんだろうな、なんか演奏つけるときに、やっぱりこうカメラがあるって感じにまだなっちゃってる場合はやっぱ撮れなくて、そのでも自分が映らないような写真、つまりその、相手に自分が意識されてないような写真、本当に客観的に影から撮ったような写真も僕はなんかあんまり撮りたいと思ったことはなくて、なんか結構なんていうんですかね、僕割とやっぱナルシズムがあって結構エゴイストなんで、こうなんかやっぱり自分の探求したいがためにやっぱ表現をしているってところが、まあ最終的にはその人間について考える上で自分の探求したいから表現をしているって時に、やっぱりこう自分自身が映り込んでほしいんですよ。それはフィジカル的に映り込むわけじゃなくて、やっぱり自分が関わった時に相手がどうなったかっていうのを映したいと。でもカメラっていうものが自分よりもその人にとって意識の強いところにあると、結局そのカメラを持ってる人が他人が入れ替わってもあんまり変わらない写真になっちゃうんじゃないかっていう気がしていて、つまり、あ、これ難しいな、そのカメラが存在として2人 の、 その被写体と僕の間にない場合は、僕が入れ替わったらまた違う表情だったり、また違う会話だったり、また違う行動だったりになるんじゃないかと。つまり人はやっぱり今こうやって2人で話してるのも、お互いそれぞれ違う人だったら全然違う話になってたりとか、まあいろんな人間は多面的だから見せる表情がこういろいろ違うというか、まあそのことが変わってくるわけじゃないですか、
だからこの2人でしか成り立たないものが今ここにあって、うん、でこれをできる限りストレートに映したいって思った時に、うん、ここにカメラってものが例えばすごい大きなカメラを僕がガッて持って明石家さんを映そうとしたら、うん、なんかやっぱり僕っていうこと以上にカメラがあるって感じになっちゃうじゃないですか、うん、でこれをないように感じさせることによって、うん、極力自分を写真に写し込むって、うん、つまり自分が影響した相手を撮りたいっていう、うん、そうある種ものすごく多分操作したいって思ってるのかもしれないですけど、うん、でも自分が映り込んだ中にも、うん、じゃあその人がその人のじゃあ本当素みたいなものが100だとしてそれが0になるわけじゃなくて、うん、やっぱり自分も関わった時にその100がなんかこうどういう色に変わっていくかみたいな感覚なので、うんうん、だからなんだろうこう嘘をつかしてとかは思ったことないんですけど、うん、なんかいかにこう自分カメラよりも、うんカメラが、うん、カメラがない状況を、うん、でもカメラがないと撮れないんで、うん、カメラない状況に どうやってすればいいかっていうのはすごい考えてて、だから極力小さなものを使ったりとか、うん、ファインダーを覗かなくても、うん、フォーカスが合うもの、うん、オートフォーカスだったりパンフォーカスだったりみたいなそういうカメラを使ったりとか、うん、あとシャッター音が小さいものとか、うん、なんかそういうことは意識してて、でも今明石家さんにとってはちょっとその、うん、じゃあ撮りますっていう前提で撮る時の、うんうん、こうなんていうんですか演奏をしている、うん、で相手が意識的に何かをしているっていう状態がちょっと気持ち悪いってことですよね、うん、そうね。いやでも結局やっぱり私にもその強いエゴがあるから、はい、そのだから多分人に何かやらせようとしてきたと思うし、うん、ただそのやっぱり撮りたい絵みたいなのは絶対どっかにあって、うん、ただそれをなんか見る人を多分騙してやろうと思ってるんやと思う。あなんかそれはちょっと自分でも怖いなとたまに思うんやけど、まるでそういう垣間見たように撮る、うん、なんか実際は私が完全にそこでこうしてああしてってこうがっちり決めてるんやけど、でも見る人がうん、うん誰かが操作してたかもしれないししてなかったかもしれないぐらいの今はギリギリがいいと思ってたし、でもやっぱり最後はそうやって写真が嘘かもとかいろいろ言うけど結局やっぱり絶対嘘をつこうと今これからも多分努力すると思うし、どうやったら自分の許せるところかみたいなで多分人とコミュニケーションしていくと思うし、うん、でも一緒やと思います。完全にやっぱ手放せないのが自分で、うん、そうこんなんたまに思うんですけど、もうこんなことを全部手放して気持ちよく、うん、ああいいなって思ったら、うん、パッて撮って、うん、でそれを心から愛せたら、うん、一番こうなんていうの幸せななんかこう生きることとしっかりくっついてなんか進んでいけるんじゃないかとか思うけど、やっぱりこう仕上がったのを見たり、うん、何か自分でやっぱりこう頭の中の考えてることとか、うんまあ、思ってることとかっていうのを何とか人に託して人をその映る人たちに話してもらおうとしてるんかなと思って、うん、結局ずっとやめれないでいますね、その自分の、うんやりたいことみたいなのを絶対貫いてしまう、うんうん、最後は私もあれですよ、普通にやっぱり綺麗と思ったら花も撮るし、うん、空も撮るし動物とかもこうやって撮ったりするんですけど、うん、最後こう作品として展示とかになるとどうしても、うん、なんて言うんかな、そこに映ってるものは私にそういう風に見てほしいと思っ見てほしいっていうか私の視点なだけで、うん、そこに映った者たちはそういうふうに発表してほしいなんてもしかしたら思ってないかもとか、うん、そうなってくるとそっちよりは自分でこう作り込んだものの方がきちっとその人と対面でコミュニケーションしたし、うん、理解し合って一応作ってるから、うん、まだそっちの方がいいっていうそのこう、うん
か許せるところを探してるんですよね、自分で写真の。なんか写真が大好きっていうよりは、写真カメラを使って自分でどこだったらいいって思えるのかっていうのを今はずっとなんか探してて、でもこうやって言ってるけど、私結構すぐこう人と今日とかも話してまた多分考えるんですよ、帰って、なんか こっからまたどうしようかなとか、だから明日にはまた全然違うこと言ってるかもやし、今回の展覧会も2021年私がいいと思う写真を選んだみたいなことを書いたんですけど、2021年の12月に選んだら全然多分違う展覧会になってるし、それぐらいこうどんどんこう新しいことをまた学んだり聞いたり話したりしたら、こう選ぶ写真もやっぱ変わってくるし、なんかそういう風にずっとこの終わりがないのをまあ楽しんでるんだとも思います。あ、でもなんか、あの さっきちょっと話になって、その撮るっていう前提でこうしてほしいって言って撮ってる写真も、その街中でスナップ的に撮る写真も、いずれにせよやっぱ自分の視点が介在してる時点で、もうそれは一つの演出が入ってるっていうお話をしてたと思うんですけど、確かにやっぱり相手に何か指示を出していないとしても、もう切り取るっていうのは結構なこうエゴイスティックな演出というか、でしかもなんか写真ってすごい残酷ですよね、そういう意味で。つまりそのものはそういうふうに存在していないかもしれないけれども、その瞬間がそう見えちゃったらそれは永遠になるじゃないですか、写真の場合。つまり写なんかたまに、え、なんでこの瞬間撮れたのみたいなのを、なんか友達同士で携帯とかで撮り合って、なんかこうブレた瞬間とか、なんかこうジャンプしてなんかとか、ちょっとこう変な写真が撮れて笑ってる学生の子たちとかいるじゃないですか。やっぱりあれって写真の魔力とか映像にはできない、その瞬間だからこそ、え、こんな瞬間ってこんな時があるんだみたいな。だから場合によっては植物を撮るにしても、なんか人を撮るにしても何にしても、やっぱりその本当にその一瞬しかそういうふうに見えてなかったものを、もう永遠にそういうものだというふうに断定しかねない残酷さがあったりするから、なんかいずれにせよすごいこう、なんかそういう意味で強い表現だし、そういう意味で残酷で、なんかある種結構責任感のある仕事というか表現なんだなっていう。めっちゃ責任あると思う。なんか、あるところから私もこう写真があまりにもやっぱりリアルというか、人そのものが人間が写ってるから、音楽に憧れてしまったり、なんかこう絵とかあれはこう自分で描いたりするから、生の人間がそのまま登場してくるわけじゃないから、なんかこう写真の重さみたいなのを感じる。10年も20年も誰かの写真を展示するとか、なんかそこに写ってる人たちをずっと自分のものとして人に見せていくってなった時に、あんまりこう普段自分でこう作家である私はとか思って、そういう風に作ってきたことはあんまりないけど、でもやっぱりそこでの責任みたいなのをより感じるようになった。なんかだからもっといろんなこと知らないとと思うし、勉強しないとと、なんかこう視点で全然変わってくると思ってて、この写真が何を語ろうとしてるのかみたいなのは、同じ写真でも5年前に考えてたことと今なんて無責任な選び方をしたんかなとか、なんかあめちゃくちゃ恐ろしい写真やんとかこれ、なんかそのそういうのをどんどんこう学びとともに、見え方も自分のが変わってて、なんか選ぶのもまあどんどん難しくなってきたし、そこがこう私の良い写真の探すところかな。なんか良い写真っていうのは私の中ではなんかこう話してくれる
写真に写る、まあ、こういうふうに作ったもの、自分がフェイクみたいな感じで作ったものでも、うん、この写真たちが前はそのさっき奥山君言葉言ってくれたけど、うん、言葉で補おうと思ってた時もあって、うん、言葉時間と空間を写真一枚に立ち上げるのはすごい難しいって、その夢をちょっといろいろ探してた時に人の夢を立ち上げるっていうのに、うん、その時間の物語みたいなのは、うん、やっぱり全部は入れられない一枚の写真に、うん、ストーリーとして、あ、それがすごいもどかしかったけど、だからこう言葉を添えることで、まあ、立ち上げようと試みたけど、うん、今回はその一枚の写真が、うん、全部語ってくれるんじゃないかっていうのが、なんかテレパシー見てくれる人に語ってくれるかもしれへんと、一枚の写真を信じてみるっていうのがちょっとこう初心に戻ったじゃないけど、うん、なんかいろんな方法を試して、言葉とか、まあ、絵とかいろいろ組み合わせていくこともできるけど、もうちょっと最初の頃は写真一枚の力を信じてたかもなとか思って、そうだからちょっと写真が話してくれる、だから多分人を撮り続けてるっていうのもあるかもしれないかな、そこに映る人たちが喋ってくれる、そこを信じるみたいなところが、まあ、そういうときめきとテレパシーでもあるかもしれない、その喋りかけてくることも見る人によって変わるじゃないですか、うんうん、見る人の捉え方がこうどうなるかによって結構ね、うん、写真って大きくこう語りかけてくるものが変わるから、うん、なんか自分その作った本人、この作品だったら赤鹿さんだったり、もう僕も自分で作ってる作品がある時に、その作家自身も後からこう教えられること、作品から、うんうん、例えば写真集だったり展覧会、うんまあ、展覧会はちょっともう一回同じように見るってできないかもしれないですけど、うん、でも会期中に1ヶ月あったら、うん、その1ヶ月の中でも自分の作品をこう何回か見たら、結構あこの写真ってこう捉えていたけどそうじゃなかったのかもしれないとかって思うのって、多分結構自分自身が変化してるから、うん、こう跳ね返ってくるものが変わるっていうことだったりして、多分、まあ、今の話ちょっと復唱になっちゃいますけど、やっぱりいい作品ってそういうこう跳ね返りが時によって違ったりとか、やっぱりその見る人によって変わるっていうものだとも思うんですよね。なんか誰が見てもあそういうことだよねって、誰が見てもあこれはこうっていうふうにこう大体同じ答えになるものって、えだったらその言葉をなんか演説すればいいんじゃないかなってなっちゃったりとか、あなんだろう、なんかうん、結構こう時間を置いてみるとあこう見えるのかみたいなものって、多分すごいその作品が内包してるこう奥行きというか、なんか見せれる感じさせられる物事がすごい多いってことなんじゃないかなっていうのと、あとこう形が変わりやすい、そのつまり矛盾をはらんでるっていう状態だと思うから、そういう意味でなんかすごい納得できるというか、今の多分いい写真はきっと多分、まあ、自分の中でですけどね、まずいい写真はきっと多分、うん、なんかずっと考え続けれることができる、うんまあ、考えるのも責任だと思ってるんですよね、うん、なんかその撮って発表して終わりじゃなくて、なんかその、うん、撮ってしまったでも発表するっていうそのエゴみたいなのはあるわけやから、うん、だからそれについてはずっと考え続けてみるっていうことが唯一こう私が償うじゃないけど、なんかうんそこが責任かなって思ってて、そういう写真を日頃からできるだけその子に対して考えれるもの、心からちゃんと考えたいと思えるものを選ぼうとは思ってるけど、でももう本当正直な話で言ったら、もう今この空間を見るとあやましい気持ちがこれはあって選んだやつがあるんじゃないかともうだいぶ疑ってるこうやって見てて、あこれは私あの時ちょっとやらしい気持ちが入ったからこれ選んだよなとか、濁りにすごいこう自分の心のね、なんかいつもあこれなんでこれをどういいと思ったのかなとか、
そういつもそこがなんかこうね、展覧会やってはあれがダメだったんじゃないかとかいろいろ考えるんですけど、まあそれぐらい、まあその1ヶ月前とは全然変化していくっていうのはあると思います、なんか気持ちも、うん、まあそうやってちょっとずつ成長できてたらいいなとは思うけど、うん。